はい、皆さんこんにちは。ロート G の時戸でございます。本日はですね、我らが V6 プラスファブゲーミングのストリートファイターリーグ第9節、ホームでの VS 魚群戦が行われましたので、そちらの方の振り返りをやっていこうと思います。まずは、向こうがですね、魚群が何を出してくるのか、かなりね、わかんなかった。正直、事前のあの、孫さんが先日トパンガ TV で言った。まあ、俺は出るけどね、発言を真に受けて。ね、うち次回は、まあ一応俺が出るってことだけ言うけども、孫さんは出るんだろうなと思っていて、あとはまあ、模型も出てくるんだろうなということが、想定はできてました。調子も良さそうだったんでね。で、あと、マチャボー、ミズハ、どっちが出てくるかは正直まだあんまりわかんないなという、ところで、ちょっとどっちが来るかで、結構こっちのオーダーも大幅に変わる可能性があったんで、いろいろ準備も大変だったんですが、まず魚群が提示してきたのが、先鋒、モケファルケ、そして中堅、ミズハのコーディ、そして大将が孫さんのルークと、こういう布陣で、来ました。まず、ボンのルークが、モケに対して、迎え撃つと。まあ、ボンちゃんには、マチャボーが出てきた時か、まあ、もしくはモケに行ってもらおうという、こちらの作戦でございました。でですね、初戦、まあ、なんか吹いてたわけですよ、ボンさんが。この組み合わせは、V リバだねみたいな。めちゃめちゃ使ってきます、というね。なるほど。まあ、確かに、ファルケは確定技多いからな、そういう作戦なんだな、と、思いながら、それを聞いて試合を見てみたんですが。まあね、その V リバ作戦がやりたかったんでしょうけど、模型の大パンが届かないときに、ボンちゃんが V リバーサルを狙って、で、届かなかったときにボタンをこっちも押しちゃってるから、膝が出ちゃって、膝もスカって、なんか、そこをつけ込まれてしまうみたいな展開がかなり多くてですね。ちょっとリズムに全然乗れなかったですね。かなり模型のペースでずっと続いてしまったので、なんかここをこうすればよかったのかなっていうのが、なんか、あんまりなくて。なんか大パンに膝出ちゃってたね。V リバーが全然できなかったねっていう感じで終わっちゃいましたね。で、中堅の水波コーディに対しては、トリメスさんのダルシムで行ってもらいました。トリメスさんはね、まあ、ダルシムで、ルークとコーディに対しては結構貸したい言ってたんだけど、リーグも後半の方になって、みんながダルシム対策っていうのをかなり、綿密に詰めてくるようになって、以前のようには楽に考えてはいけない組み合わせなのかなという感じで、今回多分望んでたと思います。水波戦で言えば、やっぱり相手の、主要技。ゾンクナックルをとにかく引っかからないようにする。あとは中間距離で、突っ込んでくるラフィアンキックとか。っていうのに引っかからないようにしつつ、また自分が空中制御をしたりだとか、あとはお得意のサンサーラ、うまく使ってましたね。なかなかね、悪空間サンサーラという名前を持ちながら、今回のストリートファイターリーグでは、いろいろ考えてみるとサンサーラを選ばない方がいい組み合わせが多いってことでね、あんまり出番なかったんですけど、ようやくここで、いい感じのサンサーラ連携を見せることができたと言って、トリメスさん喜んでおりました。試合の方も、これは完勝だったかな ?2-0 で、完勝することが、できましたのでね。ありがとうございます。そこで迎えた最後の対象戦、孫ルークでございます。まあ相手のオーダー次第では僕が孫に行かない可能性もあったんですが、まあ大体の場合で、孫に対して僕が、出ることになるんだろうなと決めて、今回は練習してきました。孫の履歴をかなり見てたんですけど、すごいまんべんなくやってましたね。っていうのは、うちのチームって、ルークに対して戦いに行ってもいいよっていうキャラが結構揃ってるんで、それに対してね、孫さん、準備抜かりなかったと思います。で、僕もね、ユリアン対策とかが、ぬるそうだったら、ユリアンで行こうかなとも考えてたんですけど、そういうこともね、一切なく、ユリアン対策にも、余念がなかったので、結局のところ、ルークに対して一番いいカードは、ルーク同キャラなんじゃないかなと思って、同キャラで行きました。
まあ、僕は彼のイメージはやっぱりその前にとにかく歩いて飛び道具で牽制して下がるってことはやらずに前に出て、しゃがみ中継をまず当てたい。でしゃがみ中継ビビらせてしゃがみ中盤とかでユーリフレーム取ってくるっていうような、まあ、イメージ。まあちょっと向こうがどう思ってたかはまたちょっとわかんないんですが、まあ効果的だなと思ったのはやっぱりね、前ダイパン。ルークの主要技、立ち中継とかしゃがみ中継のちょっと外で相手の技、出がかりを、伺いますって。動きに対して、前ダイパンみたいなリーチが長くて、まあ、ちょっと発生が、あの、周波数よりは遅いような技が、うまく、機能するっていうのが、最近、ルーク同キャラをやってて、まあ、気づかさせられまして、で、使うようになってるんだけど、まあ、あの技が本当にとにかくね、刺さって、刺さりまくって、そのおかげで、勝てたっていう感じだったかな。あ、今回は、ステージ選んできました。今回ホームだったので、画面端がちょっと分かりづらい。1P、2P 対象、非対象っていうこともあって、分かりづらいステージを、まあ相手はね、おそらくあんまり想定してなかったんじゃないかなと思います。ここでコンボ決めたら画面端限定のコンボできるなっていうような目安は、こっちだけ多分分かってる状態で、できたんで、そういうのがちょっと効いたかなと思いました。孫さんがね、端でね、端に行きそうな時にコンボをやった時に、あの、端コン入った位置だと思うんですけど、ちょっと安定ルートを取ってたのは多分、普段トレモだったらできるんだけど、まあ、ああいう、あの、びっくりステージというか、普段あんまりよくわかんないステージだとできないってこともあるんで、そこもちょっとホームの利用を活かさせていただきました。で、見事、私は孫さんに 3-1 勝利することができまして、最終的にチームの対戦結果は30対10で、魚群に対して勝利することができました。ありがとうございます。順位のチェックの方をしていきたいと思います。我らがファブは5位に浮上いたしました。まあ5位がね、一つ、ラインになってるんですが、まだね、最瞬間ソル熊本6位のチームが、第9節のデイ2で試合があるので、そちらの結果を待たないと、第9節の時点での順位はわからないので、ヒヤヒヤしますね。3位のラインを目指していきたいんですが、名古屋王者がデトネーション相手に40点を叩き出してしまったため、3位のラインはかなり上がってしまったかなと、思っております。しかしね、引き続きまだまだ、5位をしっかりキープしつつも、3位のライン目指していきたいと、私、個人的には思っております。ここからは格ゲーオタクのスタッフから今節に関しての質問が届いておりますので、そちらに回答していきたいと思います。時戸さん的にはルーク同キャラ対決のどの部分が一番勝敗を分けるポイントになると思いますか？まあ、今回はあの使う技とかに差があったんでその部分が出たんですけど、結局そういうのってどんどん同じようになってくんですよ。同キャラって同じような技を同じようなタイミングで、シビアに振り続けるっていう風になると思ってくんですけど、そんな中最後に勝敗を分けるポイントになるっていうのは、そういう細かいところを、焦らずに、動揺せずにやるっていうポイントだと思います。ルーク自体の連動ってまだまだ上げられる段階だと思うんで、それでは連動とかが差ついちゃってると思うんだけど、連動というか、まあ、精度。なんか一番勝敗を分ける大切な部分はなんかそういう心構えの部分じゃないかなと思ってます。タイムアップ付近の決着が多かったが、だいたいどのくらいの残り時間状況からタイムアップを考えている？これなんだろう、でもタイムアップってあの格闘ゲームの勝ち方のうちの2つあるうちの1つなんですよ。で1個は KO でもう1個はタイムアップ。で、タイムアップっていう勝ち方があるんだぞっていうのは、もう、これね、意識して、練習してっていいことだと思うし、そういうことがあるんだぞっていうのが、案外ね、あんまり意識 してない人がいるんだなっていう、っていうか、まあ、小作は確実に意識してないの、これ、タイムアップで勝つっていうことを、この質問が出てくるってことは。で、そういう意味で言うと、最初からですよ。この組み合わせを考えるときに、
タイムアップになるなった時はなる時はどういう風な感じがあるんだろうなっていうのは、想定して練習するので、そういう意味では最初から、想定はして練習はしていく。でその練習してると大体このぐらいの時間でこのリソースだとタイムアップを狙いに行った方がいいなっていうのが分かってくるんで、そう試合展開によるんでそこはなんかどのくらいとは言えないんですけど、ただ一応そのタイムアップっていう勝ち方があるぞっていうのは、もう最初の状態から、意識して、やってますということです。次の対戦はですね、私たちは11月11日に第10節が名古屋王者ボディスターミルダム戦、こちらは私たちホームとなっております。皆様応援のほどよろしくお願いいたします。それではまた。